大相撲令和2年1月場所は、2020年1月12日から1月26日までの15日間、東京都墨田区の国技館で開催された大相撲本場所である。2019年12月24日に番付が発表された。横綱、白鵬が4場所ぶりに東の横綱についた一方、高安が大関から関脇に陥落。3場所連続で、 大関観楽は昭和以降初。浅野山は新関分け。大栄章は新小結び。霧馬山は新入幕となり、道の久部屋からの新入幕は平成20年夏場所の白馬以来。再入幕は、東ずま生きい、土地王山、海星、伊佐尾昭竜の5人。美の海、千代を取り、浅玉勢、先駆け、照ノ富士は最重量。 今場所新十両は不在。今回の幕内番付は、に横綱、に大関、に関分け、に小結びという三役以上が、東西に一名ずつ位置するという左右対称の形となった。このような形の番付となったのは平成4年1月場所以来28年ぶりであり、それ以前でも、対象10年5月、対象12年5月、昭和15年に1月、 昭和50年3月から7月、昭和51年3月場所のみと前例が極めて少ない。また、幕内の定員が42人になってから平幕が34人なのは史上初。記録ずくめの優勝を遂げた伊佐尾昭龍両横綱揃い踏となった場所だが、西前頭筆頭の遠藤が初日に、各流を2日目に白鵬を破り2日連続の金星。 3日目には白鵬が妙義龍に、白龍が北斗富士に敗れて1997年の平成9年7月場所3日目に高野花と明けぼが金星を与えて以来となる2、横綱同時金星配給の不名誉な記録。これが尾を引いて白鵬は4日目から休場、白龍も4日目に妙義龍に2日連続となる金星を献上した後、5日目から休場となり、 前年の9月場所以来となる横綱不在となった。その後の優勝争いは中日を終えて大関、高傾勝と平幕の正代、さらには再入幕で幕尻の伊佐を昇竜がいっぱいで並ぶが9日目の直接対決で高傾勝を下した正代と伊佐尾昇竜がいっぱいを守り10日目を終えても2人がトップに並び1972年の7月場所で 豊山と高健さんが、優勝を争いして、以来四十八年ぶりとなる、平幕同士の優勝を争いとなった。正代と、伊佐尾昌龍は十三日目まで一っを守り、十四日目に、両者が直接対決。突き落としで、正代を破った、伊佐尾昌龍が優勝に大手をかけた。迎えた、千秋楽、結びの一番に、大関、高啓生と、伊佐尾昌龍の対戦が組まれ、 昭和以降では初めて、先週落結びの一番に幕尻力士が登場することになった。この一番、高啓章のあたりにひるまず、左を指し、右の上手を取って、左四つの体勢から寄り切る会章で、伊佐尾昭流が幕尻力士としては、平成12年3月場所の高遠力以来20年ぶり二人、木、奈良県出身力士としては、対象11年春場所の鶴が、 浜以来98年ぶり、木瀬部屋所属力士としては、初となる記録ずくめの優勝を成し遂げた。また、この場所9度目の角番の中で臨んだ大関、豪栄道が12日目に、朝の山に敗れ8敗目を喫し負け越しが決まり、大関陥落が確定。場所後に引退をした。ありがとうございます。